タイガー立尺は、日本の画家、漫画家、絵本作家、陶芸家。本名、立石孝一、福岡県田川市出身。筑豊の炭鉱町に出生。少年時代を戦後復興から高度成長期の時代、映画、昭和歌謡など、文化の中で過ごした。武蔵野美術短期大学への進学、状況を機に、美術活動を開始。最初は、本名で活動し、画家、 中村博と観光芸術協会を結成、わずか2年で解散するも中村ともどもアバンギャルドな作風、活動方針で一時代を築いた。1968年にタイガー立石に改名、漫画家として活動。講師にわたり関わりが深かった赤塚不二夫に影響されたギャグタッチの作品を多く残した。 ペンネームタイガーの由来は立尺が虎年生まれだからで、生涯美術作品にも虎をモチーフにしたものが少なく、なかった。1995年に移住した養老渓谷のアトリエ県住居以前は、神塚が明治資料館として開業していた。1988年には、月吉春が資料館を訪れ、貧困旅行記に書いている。漫画家として活動が、 軌道に乗った矢先突然漫画家として活動を打ち切り妻とイタリアへ移住。環境を変えることこそが創作意欲を刺激する。人ろへの安住、現状への満足は拒否というこのスタンスは立尺の生涯最後まで貫かれたモットーであった。なお立尺はイタリア以外の国も含め計13年間ヨーロッパ滞在活動継続したがこの間イタリアでは 小回り絵画を発表、また、美術、商業双方の建築、デザインイラストレーションなど仕事の実績を積んだ。なお、1971年には、オリベッキ社配下のエトレ・ソットサスのデザイン研究所に在籍している。1982年の帰国の理由は、安住への拒否であった。帰国後は絵本を上司。1980年代の、たくさんの不思議では、 森武市や野崎明弘の文による数理をテーマとした絵本の絵を担当したといった作品もある。1990年ペンネームを立石タイガーに改名する。1990年代には作刀を開始。1995年に養老渓谷にアトリエ兼住居を移した。立石従来の作品ほとんどが絵画、漫画等、平面ものだったので、 立体作品に取り組みたいという意識があったのだろう。立体作品には上、横のいずれの方向から見てもあらゆる違った趣きのある作品が多く誕生。もちろん従来からの絵画も充実させ、続々新作を発表。1998年、肺がんのため56歳で死去。ただし、ペンローズの三角形は普通性三角形上に、 描かれることが多いが、立尺の描いた三角形は横長で、底辺が一番長く、右に伸びた形の不等辺三角形状である。巡回転台、タイガー立尺展。単成者。2021年6月15日閲覧。第、タイガー立尺展。チケットゲティス。2021年6月15日閲覧。立石タイガー。 アノマリー2021年6月15日閲覧7.8トラフジ変容する画家タイガー立石 NHK 日曜美術館2021年6月15日閲覧ありがとうございます